うも皆様こんにちはこんばんは。私スクナというものです。こんにちは。元気かしら？本日も、ファンダム様のレベルをご紹介しようの回となっております。了解したわ。今回は、あのレベルね。ということは、今回は RE リメイクのパート2ですね。今回ご紹介するのは、レベルエクスクラメーション、Run for your life です。ここはどんなレベルなのか、早速見ていきましょう。まずはレベルエクスクラメーションの基本情報です。レベルエクスクラメーションのサバイバル難易度はクラス5です。環境は安全ではなく、塩基では蔓延しています。あと今回の情報は、ファンダム様に掲載されています。気になった方はぜひ本家様の記事も見てみてください。では次の情報です。レベルエクスクラメーションは、ザ・バックルームズの数あるレベルの中で最も危険で最も塩基が多い奇数レベルです。レベルエクスクラメーションこと、Run for your life は、全長10キロの赤い病院の廊下のような空間です。廊下には無数のドアがあり、ドアの間隔は3メートル、天井のエグジット、標識は10メートル間隔で設置されています。レベルエクスクラメーションに入るとすぐに大きなアラームが鳴り響きます。この音の出どころは不明で、アラーム音は人によって異なります。基本的にその人が最も警戒する音になるようです。レベルに入って数秒後には自分の後ろから、ハウンズ、や、スキンスティーラーズ、ベースリング、の大群が向かってくるのが見えるでしょう。その数は計り知れません。放浪者がやることは簡単で、出口に向かって走る、ことで、なるべく早くこのレベルから脱出することです。まさに、Run for your life。命がけで走れですね。しかしうまくはいきません。廊下には走るのを妨害するトラップが数多く設置されています。例えば、廊下を塞ぐクランプスや、病院のベッド、大量に放置されたゴミなどですね。頑張って回避してください。さて、一見すると10キロもの道のりを全力疾走しろなんて不可能だと思われるかもしれませんが、ちゃんと放浪者側にもメリットのある仕掛けも存在します。例えば、廊下には至るところに、アーモンドウォーター、や、エネルギーバー、が置いてあったり、倒して進路妨害できる棚があったりと何かと役に立つアイテムや仕掛けがあります。でも10キロよ。いくらアーモンドウォーターが万能とはいえきついんじゃない？確かにきついですね。走り慣れていない人はまあきついとして、実は普段から走り慣れている人もかなり苦戦することが予想されます。というと？なんとレベルエクスクラメーションは放浪者の体力や運動能力によって攻略難易度を変化させます。走り慣れていればいるほど障害物や廃棄される塩基が多くなるんです。なんてこと。この性質があるのでレベルエクスクラメーション内で他の放浪者と出会うことはありません。仮に同時にこのレベルに接続した場合、内部にいる放浪者それぞれのレベルが作られ、ステータスによって割り振られます。他者の力は一切借りることができないわけね。そうなります。さあ次は出口です。10キロ地点まで走り切ると廊下の突き当たりにドアが見えます。このドアに入ることができれば晴れて脱出です。ザ・バックルームズに存在するランダムなレベルに転送されます。もし脱出前に捕まったら、非常に痛々しい方法で殺されることになります。しかも悪質なことに、廊下は数キロごとに大きくカーブしており、迷い込み追われている放浪者が角のドアを見て早く出口に着いた、と勘違いしてしまうことがあります。気が動転している放浪者をはめるにはもってこいの罠ね。回避方法なんですが、ドアでの判別は不可能なので、行き止まりっぽいドアを見つけても、焦らず角ではないことを確認しましょうね。どれが本当の出口なのかですが、曲がり角がなくなるまで進んだ先にあるドアが出口です。行き止まりの先にあるドアまで走れ。というわけで、ここからはレベルエクスクラメーション内で確認されたイベントを2つ見ていきます。まず1個目のイベントですが861件確認されている比較的よく遭遇するイベントです。ドアから塩基が入ってきた、ってイベントですね。実際にこのイベントに遭遇した放浪者によると、このイベントは錆びついたりしてボロボロのドアでよく起こります。近づくと中から音がするのも目印です。放浪者がこのドアを通過すると、1秒後にドアが壊れ、ランダムな塩基が出てきます。この塩基はレベルエクスクラメーションで普段確認されているものからランダムに一体ですね。イベント1はここまでです。次に2個目のイベントですが、これがかなりヤバいです。次のイベントは EX イベントです。これまでは報告がなく仮説だったのですが、ある放浪者の報告でイベントが確認されました。このイベントは非常にレアであり、最も危険なイベントです。このイベントはレベルエクスクラメーションの出口のドアに到達した後に発生します。つまり脱出してから起こるってこと？そういうことです。出口に到達し扉をくぐるとレベルが大きく歪み、自分の目の前でレベルエクスクラメーションが再構築されます。その後スタート地点に戻されます。あまりに残酷なイベントなのだけれど。
この時は警報音等も歪み、エンティテが黒い物質でできた一体の巨大なエンティテに置き換わります。こいつには攻撃が通りません。放浪者がやることは変わらず、謎の黒いエンティテから逃げつつ再び10キロ走ってください。この時1周目で消費したアイテムなどは復活するのでご安心ください。さて、頑張って10キロ走り切ってドアを開けますと、またスタート地点に戻ります。はい、 EX イベントは合計で20キロ走らなければいけません。最初の10キロも足すと30キロですね。何よそのイベントは。あまりに鬼畜なので現在までに8件しか報告されていません。このイベントで最初の扉で脱出したという報告はないので、このイベントが起こったら合計30キロ頑張って走りましょうね。というわけで、ここからはレベルエクスクラメーションが初めて確認された時の音声通信を見てみましょう。ログに出てくるのはノアという MEG 工作員とベースオペレーターです。ノアはジェリーと呼ばれる人間を強制的に進行させるエンティテの資料を前哨基地サバイバーに持ち帰る途中にレベルエクスクラメーションに迷い込みます。ではログ開始です。音声通信のみなのでそこはご了承ください。あなたの命令通りにしたんです。ジェリーの進行者についてその秘密も含めて全て手に入れました。実はその時もう少しで捕まるところだったんですよ。よし、よくやった。できるだけ早く基地に戻ってくれ。ジェリーの部屋の近くにはかなり多くの敵がいる。うん、4、5時間くらいで行けると思います。待って、あの壁絶対なかったよ。なんだか行き止まりになっちゃったみたいです。冷静になれ、回避する方法があるはずだ。おい、聞こえるか？一体どこにいるんだ？どうやら別のレベルにノークリックしてしまったようです。これは私が知っている他のレベルとは非常に異なってます。何が見えるのか教えてくれ。廊下なんだけど、なんていうか変に歪んでるんです。真っ赤に点滅する光と鳴り止まない警報音。廊下のドアをいくつか開けてみたんですが、全部鍵がかかっているようです。わかった、出口が見つかるまで廊下を進んでくれ。なんてことだ、後ろから足音が聞こえる。何百人もいる。落ち着いてください。調査のために数人の調査隊を送り込んだ。彼らはレベル2を通してそちらに向かってる。本当に助けてくれ。私の後ろには何百というエンティテがいる。私は廊下を走っていますが、これがいつまで続くかわからない。もしもし、ベース。そう、信号が消えた。今自分で。やばい、エンティテが追いついてきた。ああ、神様、私はどのくらい走ってたんだろう。エンティテが近づいてきた。出口が見える。そこにいる、そこにいるぞ。そんな、空っぽの部屋。以上がログです。ノアさんは、ログの最後にこう書き記されています。ノアさんは二度と調査隊の前に戻ってこなかったそうです。ではその他情報です。レベルエクスクラメーションに前哨基地はありません。レベルの性質上今後も作られることはないでしょう。最後に出入り口です。出入り口の特に入り口の方なのですが、レベルエクスクラメーションには予想がつかないことが多く、ランダムに入ってしまう場合もあります。今から紹介するのは確認されている出入り口です。まずは入り口です。基本的にザ・バックルームズ内のあらゆるレベルから来ることができます。その他はっきりしている入り口ですが、レベル521、デイクスクラメーション、マークのついたテーブルの下でノークリックする。レベル354、であることを考える。レベル7191、で100キロ移動し夜間に自殺を図る。レベル2020、をノークリップで通過する。レベル54、のフロア2の火災報知器が何の前触れもなく、何の理由もなく動作することで来ることができます。最後に出口です。10キロ走るとランダムなレベルか、レベル0か、レベルマイナスエクスクラメーションに、廊下の左右に2つずつ開いている扉があるので、どちらかに入ると、レベル7191、に。先ほどの2つ開いているドアの鍵がかかっていない扉が1つの場合、ドアから中に入ると、レベル、ダブルエクスクラメーション、に、偽のドアを開けると稀に大工の部屋につながり、レベルメーカー、に行けます。というわけでレベルエクスクラメーション、の解説でした。有名で鬼畜。やっぱりここは恐ろしいわ。放浪者に合わせてレベルを作ったりととにかく、もて遊ぶ、のが好きなレベルでしたね。というわけで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。